はいどうも、こんばんは、青木です。現在僕は京阪の中之島線に乗って、渡辺橋という駅まで行きました。でね、今日はね、10月ですね、10月の、9日の金曜日ということでね、お仕事終わってね、ここ来てるんですけども、今はね、もう夜の8時ぐらいということで、今回もね、GoTo トラベルを使ってね、旅行していきたいと思います。で今回はね、大阪市内なんでね、まあ、家から近いところにね、泊まるんですけども、今回はね、なんと、リーガロイヤルホテルのグループということなんですね。なのでね、めっちゃ緊張してるんですけどもね、今回泊まるのは、リーガプレイス、肥後橋というね、ホテルになっております。ね、リーガがついてるということでね、もうめっちゃリーガロイヤル感満載なんですけども、でね、これは正真正銘のね、リーガロイヤル系列なんですけども、なんとね、いつもアパホテルとか泊まってるくらいの値段よりももっと安い値段でね、泊まれちゃうというね、ことなんですよね。なのでね、今日はね、思い切ってね、金土日で2泊してみたいと思います。ということで早速、ホテルの方向かってみましょう。ということで電車がね、もう1本来るんで、これを観察してから行きましょうかね。すみませんね、今夜の8時とかでね、平日で結構まあ帰宅ラッシュだったりとかね、あと皆さん飲みに行ったりとかご飯食べに行くようなそんな時間なんですけどもね、意外と空いてるんですよね。まあ、その理由もね、後で説明したいと思います。というか何よりもね、ここ渡辺橋ってどこやねんということなんですけども、今回泊まるのがリーガプレイス肥後橋ということでね、まあ、肥後橋っていうのは、四ツ橋線の、駅、地下鉄の四ツ橋線の駅になってて、でこれからね、ホテル行くときにも通るんですけども、この渡辺橋って駅はね、この肥後橋駅とね、直結しているということでね、なので家から来るにはね、この渡辺橋駅の方が便利なんでね、ここにしてみました。まあ、ちょうど空いてるということでね、結構ロケもしやすかったんでね、良かったと思います。はい、ということで改札出てきました。ね、めっちゃ新しいですよね。こんな感じでね、新しく作ったんで、結構、深い駅になってて、これ地下3階まであるんですね。で、さっき中之島線がなんでこんな空いてるかっていうことでね、実はね、この中之島線が空いてる理由というのはね、一つね、これが中之島線が新しいからっていうね、理由があるんですね。まあ、言ってもね、中之島線は2008年に開業したんで、まあ、12年、まあ、江戸糸周りは経ってるんで、まあ、それをもって新しいとはね、言えるかどうかっていうこともあるんですけどもね、この秘密は運賃表にあるので、ね、ちょっとだけ見ていきましょうか。これですね、見ていただくと、今いるのがね、こう渡辺橋っていってね、でここね、なにわ橋からずっとこうやって伸びてるの、この天満橋からね、ずっと、分かれているのが、中之島線っていう電車なんですね。で、見ていただくと一駅乗るだけで220円もかかるんですよね。で、ここから僕の家のある京橋ね、ここまで行くのにね、たった2、3、4駅乗るだけの270円もかかるんですよ。これどういうことかというと、新しくね、作った路線っていうのはね、まあ、大体特に地下に作った場合っていうのはね、工事費をね、すごく高くつくということで、まあ、それをね、返していかないといけないという、そういう理由でね、こんな感じで加算運賃って言われるんですけども、普通の京阪電車ね、京阪電車って1駅とか2駅とかね、まあ距離によりますけども、160円でね、一番安くて行けるんですね。でも、この場合220円ということで、60円ぐらいね、その工事費をね、返すために上乗せされてるっていう、ね、そういう仕組みになってるんでね、なのでね、中之島線高いんでね、あんまりね、使う人がいないっていうことなんですね。だってここから京橋まで270円ってね、高いわってなりますよね。ただまあ、この工事費がね、もう12年も経ってるんでね、そろそろ、回収、ね、されてね、それでね、安くなるっていうことで、まあ、個人的に、願ってるわけなんですけど、まあ、そんなニュースまだ聞いたことないんでね、まあ、あとどれぐらいかかるんかなーってとこですかね。ではね、ホテルまで歩いていきましょうか。で先ほども
申し上げましたけれども、地下鉄の四ツ橋線ね、広尾橋駅にここから直通しているということでね、そこまでまずね、地下から行けるみたいです。このエスカレーターから行ったらいいみたいですね。地下鉄四ツ橋線に書いてあります。これロッテリアなんですね。こんな、なんかこんなおしゃれなロッテリアあるんだ。結構おしゃれな地下街ですね。で結構なんかさぬきうどんとか立ち食い寿司とか結構お手頃そうなお店が並んでますよね。さあ若干外に出てきましたね。今日はね、雨降ってるんですけどね、雨にねあんまり濡れないような道も見つけたんで、それで行きましょうか。はい、ということでこのエスカレーターを降りていったら、ね、駅があるみたいですね。地下鉄の肥後橋駅がこの下にあるみたいです。はい、ということで地下鉄の肥後橋駅までやってきました。ここまでね、雨に濡れることなく屋根で来ることができますね。そしてね、ここまで来たら今度はね、2番出口っていうね、出口にね出たら、そしたらね、今日泊まるリーガプレイス肥後橋さんがねあるということなんでね、2番出口まで行きましょう。ということで2番出口こちらですね、出ていきましょう。はい、ということで2番出口出てきました。これね、庄屋っていう居酒屋さんありますけど、このね、建物のもう裏あたりがホテルなんですね。はい、ということでね、めっちゃ近いとということでね、後ろからこっちから行きましょうかね。はい、出ました、リーガルプレイス、ヒーゴーバシさんですね。うわー、なんかこのね、ロゴを見たらリーガルロイヤルホテルですもんね、まあ、当然グループですからね。はい、これロコもリーガロイヤルですよ。いやー、これはすごい、はい、リーガルプレイス肥後橋さんですね。このところに普段泊まってるようなね、ビジホ並みのホテル泊まれるのかということですけどね、これはね、部屋に入ってからね、お見せしたいと思います。じゃあ入ってみましょう。うわ、すごい綺麗だ、なんだこれ。ということで無事にチェックインしました。何ですかこれ、エレベーターが壁と一体化しますね。はい、行ってみましょうか。リーガロイヤルですよ。はい、ということでね、12階ね、最上階の部屋をねやっていただきました。これは嬉しいな。ということで、ここのね、エレベーター見ると、ちょっとね、古そうな感じするんですけどね、以前はね、ここリーガロイヤルグループの、また別の名前のホテルだったんですね。だからリーガロイヤル同士で、まあ、リニューアルしたっていう、そういうね、歴史的な経緯があるそうです。では、お部屋の方行ってみましょうか。おー、何ですか、このね、いいデザインですよ。階ごとに、自動販売機があるっていうのも嬉しいですよね。水とかね、ジュースとかね、水っていうの嬉しいですよね、これね。さあ、ということでお部屋入ってきました。今回はね、シングルルームということで予約をしているんですけども、この照明がね、まず高級感たっぷりですよね。そしてこの大きいテレビですね。これアパホテルと同じか、アパホテルもちょっと小さいかな。でも高さがね、いい位置にあってね、非常に見やすいんじゃないかなと思います。で、電気スタンドと、これがデスクですね。あとでね、パソコン置いて動画の編集とかやろうと思ってるんですが、はい、で、空気清浄機もありますね。そして、窓がね、こんな感じで、大きいんですけど、おー、なかなかいい感じですよね。まさかの目の前がね、アッパホテルですよ。この間ね、福井で泊まったアッパホテルがね、まさか目の前にあるんですよね。このアッパホテルもね、結構、立派ですよね。なんか下の方とかね、フロントとかすごい豪華ですけどね。まあ、このね、
あのリーガーさんとしのぎを削っているようなね、そんな感じもしますけども、こっちのアッパさんはね、あの結構最近リニューアルされたということでね、で29階建てだったかな、結構ねタワーになっててね、僕もねまた泊まってみたいと思ってるんですけど、今回はねあのリーガーさんに、泊まってます。でもね、今回はね、これ高級なホテル、高級そうなホテルに安く泊まってみようっていうね、そういう趣旨もあるんですけどね。でもね、そのね、安さっていうのがね、もう本当にありえないんでね。はい。それをね、今からお見せしようかなと思いますが。その前にね、ちょっとお風呂見ていきましょうか。お風呂も、あ、こんな感じですね。結構明るいですね。ここはね、あの大浴場とかがないのでね、あのお風呂ね、ここにね入ることになるんですけども、まあね、一人で使うには十分ね、あの大きさですよね、これね。はい、ということで今回のプランがね、どんだけ安いのかというのをね、ご説明したいと思います。で今ね、あのリーガプレイスヒゴバイさんの公式サイトを見ております。で僕が、撮ってるプランっていうのは公式サイトから予約すると、むちゃくちゃお得になるんで、そのね、理由もね含めて、ご説明していきたいと思いますが、まずですね、これね公式サイトの宿泊検索から出てくるんですけども、はい、こちらです。今回撮ったのは GoTo トラベルキャンペーン対象、コンビニ利用券付き、お部屋タイプお任せ、18時インっていうね、そういうプランになっております。はい、ということで、このね、産業にもね、渡るプランなんですけどもね、めっちゃ長い中にね、いろんなもん盛り込まれてますよね。はい。ということで、まずはね、料金から確認していきましょう。はい。これ3500円から3500円っていうふうに書いてあるんですけども、今回の場合も、1泊3500円でね、宿泊をしております。で、この値段ってね、結構固定されてるみたいで、あの週末とかに上がったりとか、そんなことはないようで、この下にね、今日ビデオ撮ってるのが10月の9日の金曜日なんですが、その翌週ね、宿泊空室状況をね、上げておりますけども、見ていただく通り、今日の、10月9日時点ではずっと、3500円が続いております。はい。で、これはまあ3500円税込み、一泊の値段なんですけども、もちろん今回はね、一泊3500円で泊まっているわけではございません。まあね、3500円でもね、こんな駅近のね、ビジネスホテル、あ、ビジネスホテルじゃないですね、もうちょっと、ビジネスホテルのちょっと上のホテルですけども、こんなとこがね、3500円泊まれるってすごいありえないことが起こってるんですけども、はい、まだここから値引きします。まずは、毎度おなじみの GoTo トラベルキャンペーンですね。この GoTo トラベルキャンペーンを使うと、宿泊料金から 35% オフされるということなんですね。はい、ということで、ね、3500円から、35% オフがされるということですね。はい、ということで iPhone のね、Siri さんに計算してもらいました。2275円ですね。ということで、今回ね、払った金額っていうのは2250円一泊あたり払ってます。まあ、というのは2泊するのでね、なので、2泊だと、はい、4550円ですね。ということで、2泊でも4550円でここに泊まっております。いや、ほんとカプセルホテル並みですよね、これでもね。はい。で、さらにここからね、また割引が入ります。ここからはね、クーポンとかね、そういった類のものが来るんですけども、はい、こちら。はい。前回のね、福井の動画でもお見せしましたが、1000円のね、地域共通クーポンになります。なんかね、最近地域共通クーポンめっちゃね、押してるんですけどね。はい。これね、大阪府と、隣の都道府県で使えるという風になっているんですね。はい。大阪府バージョンというのをね、今回初めて見ましたね。はい。で、これがね、ついてくるということになります。使える場所についてはね、また後で説明します。はい。ということでね、この地域共通クーポンがね、1枚つきますので、これでね、1000円キャッシュバックされるというね、そういうことになっております。さあ、そしてこちらですね。はい、デイリーヤマザキってマークありますよね。実はね、このホテルの1階にはデイリーヤマザキがあるんですよ。コンビニがね、この下にあるってものすごい便利なホテルですよね。で、このね、利用券がつくんですよ。で、それが、1泊あたり300円つくので、今回は2泊分ね、ついているということですね。
で、まあ、あの利用券をねちょっとあの都合で 見せることができないんですけども、まあ、あのここでね利用券が、1泊あたり300円ついてくるということですね。はい、ということなので、今回はねあの2泊していますので、さっきのね、4550円から、はい、この、地域共通クーポンが、1枚で1000円で3550円になりまして、そして、そこから600円を、600円ですね、あのコンビニの利用券300円が2枚あるので600円あるので、2950円ということになりますね。いやむちゃくちゃ安いですね。2950円、まあ、よく約3000円なので1泊あたり1500円でねこのホテルに泊まっているということになります。でね、今回のポイントなんですけども、まあ、今回僕は2泊してるんですけども、このプランね1泊した方がもっと安く泊まれるんですよ。はい、これはなんでかというと、地域共通クーポンですね、先ほど、出てきたこのクーポンにあるんですね。はい、この地域共通クーポンっていうのはね、実は1泊の値段ごとじゃなくて、旅行の、総額ですね、旅行代金の総額から、15%、 つまり 0.15 をかけて、そして、発行金額が算出されるという、そういう仕組みになってございます。で、今回かかった総額っていうのは7000円ですね。割引かれる前の価格は7000円となっております。じゃあ7000円に 0.15 でかけてみましょうか。はい、またSiriに計算してもらいました。15% なんで 0.15 をかけてますけども、1050円になるわけですね。はい、ということで、地域共通クーポンは、1000円単位でしか発行できないということなので、1000円未満はね試写誤入されます。この場合は1000円のねクーポンが発行されるということでね、この1000円のねクーポンがね今回もらえたわけなんですけども、じゃあ仮にね、このホテルに1泊だけするとしましょう。でそうした時に、半分の3500円がね割引前の価格になるんですけども、はい、またSiriに計算してもらいましたけども、3500×0.15 っていうのは525円になるんですね。はい、で525円なんで、まあ、見方によってはこの1000円の半分の500円のクーポンが出るんじゃないかというふうに思われるかもしれないですけども、はい、これ見てください。これがね GoTo トラベルの公式サイトなんですけども、旅行代金の 15% 相当額を地域共通クーポンとして配布しますというのは、まあ、さっきから言ってますけども、で1000円未満の端数が生じる場合は試写誤入ということなんで、さっきはあの1050円だったので、まあ、端数生じる場合試写誤入した上で、1000円がね今回発行されたとご説明しました。で、この括弧がね面白いですよね。端数が500円以上の場合は1000円のクーポンを付与しますとなってるんですよね。これなんですよ。これはつまり、GoTo トラベルで割引される前の金額から 0.15、15% を、かけた数が、最低500円以上だったらクーポンが発行されるという意味なんですね。ということなので、この3500円かける 0.15 をさっきやった時525円なんで、500円の壁はもうすでに突破してるんですよ。なので、その時点でもう1000円のクーポンをゲットっていうね確定してるんですよね。はい、ということなので、このホテルってこのプランの場合は1泊しても2泊しても地域共通クーポンの、発行される額は一緒なんですよね。なので1泊した方がもっとお得なんですね。はい、じゃあ1泊した場合、まあ、やってみましょうか。はい、3500円 ×0.65 ですね。GoTo トラベルの 35% 割引で2275円になります。まあ、これもさっき言ったと思うんですけども、はい、でこれから、地域共通クーポンね、こちら1000円引くと、1275円ですね。でそして、1泊の場合は、このデイリー山崎の利用券が300円しかないので、1275円から、300を引いたら975円になるんですね。一泊の場合は1000円切るんですよね。このね、このホテルですよ。この、イーガープレイスさんがね、1000円以下でね、一泊できるんですよね。いやー、これはね、素晴らしいと思いますよ。はい。これね、18時インってなってますけども、これチェックインがね、18時
からしてくださいねっていう、そういう意味なんですよね。で、まあ僕今日仕事があって、あの6時以降にね家出たんでね、ちょうどね良かったなというふうに思うんですが、まあ、もっと早くからね、特にまあ一泊される場合なんかね、あのホテル結構楽しみたいでしょうから、もっとね、早く入るプランっていうのも実はあるんですね。でそれがね、これですね。はい、3,400円、あのさっきのやつから100円引きした、値段で、まあ、これちゃんと5点に変えてくれてますね。 GoTo トラベルキャンペーン使ったら2210円になりますよって、一泊ね、あのそういうプランもあります。でこれだったら、3時から、ここに入ることができるので、まあプラス3時間ですね。はい、で100円引きになるよということで、まあ、コンビニの利用券がね、あのいらんよという人はね、あのこのプランをね使ってもいいんじゃないかなと思います。でこれでもね、あの2210円なんでね、この地域共通クーポンつけたら1210円ですからね、これでもね本当にカプセルホテル以下ですよね。はい、ということで値段のね説明するときね、めっちゃ興奮してましたけどね、いや本当にね、ここが高級ホテルのグループなんかだというふうにね、思っておるわけなんですけども、ただね、本当高級ホテルらしさね、まあ、こういうところのデザインもそうですけども、すごく、まあ、一番印象的だったのが、生産はチェックアウト時になりますっていうふうにねおっしゃってたんですね。大体ビジネスホテルとかってね、チェックインの時にね、生産する場合多いんですけども、ここはね、さすが、リガロイヤルということでね、生産はチェックアウトの、ね、時ということになっておりました。であとね、普通鍵がね、カードキーの場合って、鍵がね部屋の電気ね、まあ、電源というかね、鍵を入れないと部屋の電気がつかないっていうことが結構あるんですけども、このホテルの場合はね、鍵と部屋の電気がね別々になっててね、なので、まあ、電気つけっぱなし、エアコン入れっぱなしとかでね外出できるんでね、まあこれもねさすが高級ホテルだなというふうに思いました。はい、ということでデイリーヤマザキはね、ここホテルね、直結してるんですね。こんな感じでね、地域共通クーポンが使えますっていうね表示はありますね。はい、ということでね、いろいろ買ってきたんですけどもね、まあ一番品揃えがええなと思ったものをねお見せしたいと思います。はい、でさっきはね、デリヤマザキさんで地域共通クーポン使わずに、300円ずつのね、1泊300円ずつのね、あのクーポンを使ってきました。で、なので600円使ってきたんですけども、それでね買ったのはこのね京都ビールですね。京都ビールですよこれ皆さん、ね、めっちゃ美味しいんですけどね、なかなかね売ってるのを見かけることがないんですけども、このデイリーヤマザキさんでねコンビニでね売ってるということでね、これがね1本大体300円ぐらいするので、これ日本でねもうクーポンね使い切ってしまうんですけどね。で、この一番右にあるこの青いキリンビールはですね、これはね最近出たというか、ビールのね発泡酒はね税金上がったんですけど、ビールはね10月1日から税金下がりましたんでね、そのタイミングに合わせて糖質がね低いビールをねキリンさんが出してくれてるということでね、これもねちょっと初めてね飲んでみたいと思います。はい、ということでこれね、今日はねこのビール飲みながらね楽しみたいと思いますけど、はい、ということでね、このコスパの良さを実感していただけましたでしょうか。はい、でね一番最後言い忘れてたんですけども、なぜ公式サイトから予約するといいのか、それはね公式サイトから予約するとなんとチェックアウトの時間が12時までね、旅行サイトから予約すると11時になるんですけども、それが1時間延長されて12時までできるんですよね。これはね、ほんとね、チェックアウトの日にゆっくりしたい時とかね、あと一泊だけされる方にはね、本当にね、いいプランだと思いますよ。だって975円でね、6時から、12時までね、ずっとね、ここにおれるわけなんですからね、これはね、本当にね、いいと思いますよ。だから本当にね、リーガロイヤルさん、ほんと頑張ってくれてるんでね、これはね、本当に今回紹介したいとね、いう思いでね、やっております。はい、どうもおはようございます。
10月10日土曜日の朝を迎えております。ね、昨日の夜は全然気づかなかったんですけど、この、ね、高層ビル群がすごいですよね。なんか香港かシンガポールにいるみたいな、ね、感じですけどね。はい。で、結構ねホテル見るとねでかいんですよね。でこの辺になんかねレストランとかもあってね、レストランなんかな、これ多分ただの休憩スペースだからちょっとよくわからないんですけどね。というのはね、じゃあラウンジもね実は営業していて、で昨日のねご説明したウェブ会員だったらね利用できるということだったんですけども、コロナの影響でねまだちょっと営業していないということなので、まあそれもあってね宿泊料金安かったんじゃないかなというふうに思います。まあね、ラウンジをねウェブ会員やったらビールが1本無料とかそういうね素晴らしい特典もあるんですけど、まあそんな酒飲まへんよとかそういう人にとってはね僕が今回使ってる3500円のプランでね全然いいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、この前を通ってるのは大阪のメインルートの、四ツ橋筋っていう通りなんですけどね、はい、この四ツ橋筋とこのホテルを見ながらエンディングにしたいと思います。それでは、ご視聴いただいた皆さんどうもありがとうございました。